それではお時間になりましたので、レッティ株式会社2022年9月期の決算説明会を開始させていただきます。まずはじめに本日の登壇者をご紹介いたします。代表取締役 CEO の武田でございます。武田です。よろしくお願いします。執行役員 CFO の土屋でございます。土屋です。よろしくお願いします。私、執行役員 IR 経営企画室室長の奥田と加えて IR 担当の成沢が同席しております。本日の資料のご案内ですが、決算説明資料を用いてプレゼンテーションを行います。Zoom での画面共有を行いますが、お電話にてご参加の方は、当社 IR サイトにてダウンロードいただき、資料をご覧いただければと思います。続いて、本日のタイムスケジュールですが、まず武田より、約20分程度決算についてご説明をいたします。その後、最大12時50分までを質疑応答の時間とさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、早速ではございますが、武田よりご説明を申し上げます。はい。それではですね、レッティ株式会社、2022年9月期の、決算説明、会を、スタートしたいと思います。本日はですね、Zoom にあるワイプという機能を、活用しながらですね、より、話す、臨場感であったり、そういったものも伝えられればなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。まずですね、本日の目次、アジェンダとしてはですね、22年9月期の通期の実績、そして今後の成長戦略、23年9月期の通期の業績見通しという、こういった流れで説明をさせていただきます。はい。まずですね、全体を通してのエグゼクティブサマリーになりますと、実績、今後の成長戦略、そして業績の見通しと、いうこの3点についてございますが、まずですね、実績についてはですね、この1年間の結果というところで、売上でいうと、計画のですね、94.8%というところになってしまいましたと。で、こちらはですね、もともと当初想定していた、コロナの影響をどう読むかというところではあったんですけれども、我々の想定でいうとですね、この22年9月期の、この上期ですね、上期ぐらいまでは影響が、あり、その下期についてはですね、もう第7波とか、みたいなところは起こらないという、そういう前提で、6波、7波ですかね、起こらないという前提ではあったものをですね、やはり想定以上に長引いてしまったというところもありまして、FRM の部分が一部鈍化して、このような形になってしまっておりますと。で、一方で、営業利益についてはですね、そこもあってですね、売上の伸びというのが一部限定的になってしまうというところもありましたので、できるだけ早い段階で、コスト削減等ですね、投資抑制というのを行うことによって、ここは計画通りの着地というふうになっております。で、そういったところもあってですね、我々の、純資産の水準とかも、徐々に減ってきたというところもありましたので、そこでより、資金調達含めて、検討していたところはあったんですけれども、そこで今後の成長戦略においてはですね、この次元社及び CEO の平尾上司との資本業務提携というものを先日発表させていただきましたと。で、こちらによってですね、まず我々の財務基盤というものは大きく安定する形にはなりますと。で、それに加えてですね、やはり彼らの複数メディア、さまざまなメディアを展開している、そういった会社にはなりますので、そこのさまざまなマーケティングノウハウ等を活用しながら、より成長をしていくと。で、さらにですね、新規の収益機会の創出と。
というところですね。まあ、我々の顧客アセットなんかを使いながらですね、展開していけたらなというふうに思っておりますと。で、それに加えてですね、まあ、コスト削減というところにおいてもですね、まあ、しっかりと我々黒字化を当然目指していき、いておりますので、まあ、そこに向けてですね、よりその収益性の改善というものを、していきますと。はい。で、まあ、そこに、それらを踏まえてですね、まあ、業績の見通しとしては、まあ、早期黒字化のための収益構造のためのですね、期として、まあ、今期を位置づけておりまして、で、売上でいうと 18.2 億、営業損失でいうと 5.3 億という形になりますと。で、まあ、本当にこの過去2年ほどですね、まあ、コロナ禍も含めて、まあ、非常にこう、苦しんだところもあり、まあ、我々もそこに対して打った施策も、まあ、なかなかうまくいかないようなことも非常に多くあったんですけれども、まあ、ようやくですね、まあ、この、そう遠くないうちにですね、まあ、この、まあ、このいわゆるこう停滞の出口といいますか、というところを抜けられるんじゃないかなというふうに考えておりますと。はい、ではこちら、ここからですね、詳細のところを見ていきたいなと思います。まずは9月期の通期の実績についてですね。通期の実績についてはですね、まずハイライトとしましては、先ほどお伝えした通り、売上でいうとこのような着地と。で、理由としてはですね、まあ、コロナが長引いたというところと、あとはですね、まあ、そこでテイクアウトなどの、まあ、その新たな商材なんかもやっていったものがあったんですけれども、まあ、これらがうまくいかなかったというのがありますと。で、あとですね、営業利益については、まあ、こう、調整しながら、大体業績見通し通りというところになっておりますと。で、あと、まあ、有料店舗数ですね。まあ、こちらは、固定の分、まあ、前減し年間を通じて、1400ほどの減少というふうに書いてはおりますけれども、まあ、直近の1ヶ月においては、順増に転じるなどですね、一部回復の兆しも見えてきたというところになります。はい。で、まあ、こちらがですね、22年9月期の通期の実績の概況というところになりますと。まあ、売上でいうと、そうですね、まあ、通期で先ほどお伝えした通りですね。で、まあ、前期の四半期と比較をしてというところも、期待をさせていただいておりますけれども、まあ、このような形の、まあ、成長率というふうになっておりますと。はい。で、またですね、まあ、この、そうですね、この当期純損失のところにおいてはですね、まあ、固定資産の減損というものが1億円ほど含まれておりますので、まあ、こちらを追加したものになっておりますと。はい。で、四半期別の売上構成の推移というものになりますけれども、まあ、こちらはですね、FRM の売上でいうと、四半期で3億1800万、広告コンテンツが1億1700万というところになっております。で、広告コンテンツはですね、まあ、計画通りに推移して、まあ、前四半期と同水準で着地しているというところになりますと。で、FRM についてはですね、まあ、免除等もほんの一部だけありましたが、まあ、そこについてはですね、まあ、非常に大きな数字ではないというところ、まあ、通年では1300万ほどの免除にはなりますけれども、まあ、全体に占める割合としては小さなものというふうになっておりますと。あとはですね、まあ、この代理店、主に一部併売代理店に対して、まあ、この販売促進費というものが、まあ、この獲得件数等に応じて設定しているものがあるんですけれども、まあ、そこがですね、一部いかなかったところで戻ってくるという部分がありましたので、まあ、そちらを一部計上しているというのが今期の概況になりますと。で、お店会員のですね、まあ、固定7級の主要 KPI というところですね、まあ、これは有料店舗数かけるアップというふうになりますけれども、新規のまあ参画店舗数でいうと、まあ、月間でいうと、ここの7級においては、まあ、この345件ほどというふうになっております。で、満期の解約率もですね、まあ、こちらが先ほどお話した通り、テイクアウトの影響などがまあ非常に大きくですね、まあ、少し高くなってしまっているというところになります。まあ、3.7% ほどと。で、あとはですね、まあ、ARP ですね。ARP においては、
16.4 と1億6400万というものになっております。で、有料店会員の推移としてはこのような形になっておりますと、まあ、全体を通じてこの9月末の段階では8064件というふうになっておりますと。で、まあ、そこからですね、この、まあ、足元でいうと、一部有料の、固定のプランというのは増えているというところに、なりますと。で、コスト構造の、推移ですね、こちらについてはですね、まあ、この、第4四半期というのはいつもそうなんですけれども、代理店向けのですね、販促費のところが一部、追加されますので、まあ、それによって増えてはいるんですが、まあ、そこ以外においてはですね、おおむね、横ばいというふうになっておりますと。で、22年9月期の投資ですね、こちらを振り返っていきたいなと思うんですけれども、もともとですね、計画で、販売チャンネル そうですね、あとはですね、まあ、直販の人員においてはですね、まあ、計画通り採用したというところになりますと。で、またですね、このプロダクトの開発側ですね、こちらについてもですね、計画よりは一部調整コントロールしながらですね、まあ、オフショアなども含めて投資を抑制したという結果になっておりますと。 1.5 億に対して 1.2 億円ほどというふうになっておりますので、まあ、全体としてはですね、まあ、飲食店の販売チャンネルへの投資というのは、まあ、もともと予定していたところより、まあ、大きく控えるという形にはなりましたが、まあ、新たな、まあ、こう有料代理店のところもですね、複数見えてきておりますので、まあ、ここは非常にやってよかったなというところになります。はい。で、これらを踏まえてですね、まあ、今後の成長戦略というところになりますと。で、今後の成長戦略はですね、まず一つがですね、まず次元および平尾上司とですね、資本業務提携による成長の加速というのが一つ。で、もう一つがですね、収益構造の改革というところ。で、こちらはですね、まあ、まだまだ我々削減できるコスト、まあ、オフィスなどを中心としたですね、というのがありますので、まあ、後ほど説明させていただきますけれども、まあ、こちらで筋肉質な体制を作っていくというところですね。で、あとはですね、営業効率の改善による、FRM の営業効率の改善によって収益力を改善していくところになります。はい。で、まずですね、こちらの平尾上司及び次元、株式会社次元との資本業務提携の、締結というところですね。で、まあ、こちら実現したいこととして大きく2つ、ございますと。で、1つがですね、まずメディアの連携であったり、マーケティングノウハウのですね、吸収によって、まあ、当社の事業回復、成長のスピードアップをしていくというところになります。まあ、非常にこう多くのサイトを運営している、まあ、次元社、というところになりますので、そこで様々な、まあ、マーケティングのですね、まあ、ノウハウであったり、グロースノウハウ、まあ、そのあたりをですね、活用できるんじゃないかなというふうに考えておりますと。で、もう一つがですね、まあ、飲食周辺領域での、まあ、新たな収益源の創出と、いうものになっておりまして、まあ、こちら、彼らはまあ人材が非常に強みだと思うんですけれども、まあ、その飲食向けの人材のところもそうですし、まあ、いろいろなその我々のアセットを活用したですね、新規の収益源というものは作れていくというふうに思っておりますので、まあ、こちらをしっかりと実現していきたいと、まあ、この財務基盤を強化するだけではなくですね、実現していきたいというふうに考えておりますと。はい。まあ、こちらは、平尾さんの、経歴等になりますが、まあ、詳細は割愛させていただきますけれども、
この我々の2022年の12月23日のですね、定時株主総会の決議を経て、当社の社外取締役として経営に参画するという予定になっておりますと。で、こちらもですね、我々が説明する内容ではないですけれども、次元社の業績推移というものになっておりますと。はい。で、次元さんとのですね、シナジーを生かしたメディア成長と新規事業の創出というところですね。これも先ほど説明した内容と重複しますが、本当に様々なですね、この HR の領域、リビングテック、そしてライフサービスというところで様々な領域を展開しておりますので、こちらはですね、複数のシナジーであったり、事業、新規事業のですね、収益の創出ができるというふうに考えております。こちらがですね、資本業務提携の概要というふうになりますと。で、今回ですね、こちらにもあるように発行後、持ち分比率としまして、平押しが 18.76%、次元社が 1.5% というふうになりますので、こちらはですね、主に個人として引き受けた割合が今回でいうと非常に多いというものになっておりますと。で、今回のですね、この資金調達によるまず財務体質の改善というところになりますけれども、我々この9月末時点でいうとですね、非常にこの純資産等の規模がですね、非常に小さくなっていたところがあったんですけれども、今回ですね、この調達によって、10億規模のですね、レベルまで回復するという見込みになりますので、ここはですね、しっかりと財務基盤が強化できたというふうに考え、強化できると、できる見込みとなっております。で、収益構造のですね、改革の部分についてはですね、こちらは大きく2つ、徹底したコスト削減、FRM 収益性の改善というところに、ありまして、で、次のページですね、まず徹底したコスト削減についてはですね、もともと我々の今の、この左にあるように、2022年の8月の、固定費ですね、月次の固定費がだいたい1億8000万ほどあったわけなんですけれども、これをですね、今期23年の8月に向けてですね、大きく月次で4600万ほど削減をしてですね、そして1億3400万ほどの水準まで持っていきたいなというふうに思っておりますと。で、これはですね、内訳としましては、リモートワークの活用によるオフィスの、オフィス費用の、削減というところ、これは非常に大きな、ウェイトを占めております。我々もコロナ禍前にオフィスを、借りて、非常に大きなオフィスを借りていたというところも正直ありましたので、ここをですね、しっかりとリモートを活用、今でも全然しているんですけれども、活用しながらですね、より効率的に働けるというふうに考えておりますので、こちらによってコストが大幅に削減されますと。で、あとはですね、社内でも非常にこうエンジニア及びですね、他の営業等も優秀な人材がおりますけれども、そこの外注の部分ですね、こちらをですね、一部オフショア等も使っているところはあるんですけれども、こう削減したりですね、アルバイトの、コース見直しというところもよりこう効率的にしていくことによって、人件費の削減というところが、できるというふうに考えておりますと。で、あとはですね、福利厚生などの一部、凍結によって、削減をしていくというところですね。で、この固定費をですね、月次で、大体この4600万ほど、削減するというプランにはなっておりますけれども、これを実施することができるとですね、翌期には、これが年間を通して効いてくる形になりますので、5億円強のですね、インパクトがあるというものになっておりますと。はい。で、続いてですね、営業効率の改善による収益性の改善というところになりますけれども、大きく3つございまして、1つがですね、商品戦略の見直しというところ。これはですね、従前からお伝えしている通りですね、
テイクアウトプランなどのですね、まあ、非常にこう、うまくいかなかったもの等もありましたので、まあ、こういったものは、ゼロに、していくというところになります。で、またですね、営業方針の変更による LTV の高い商品というところもありますけれども、まあ、こちらについてもですね、まあ、まさに、アープの低かった、テイクアウトとかですね、まあ、そういった、プランというよりは、より、まあ、この飲食予約もですね、徐々に戻ってきている環境下にはなりますので、まあ、そちらをより注力していくという結果的に LTV の高い商品が売れていくという構造になります。で、まあ、代理店ですね、代理店の強化というところにおいてもですね、まあ、解約率が非常にこう高い代理店が一部ございますけれども、まあ、そちらについてはですね、まあ、関係性を再度、こちらは、検討して、いるところにはなりますので、まあ、よりその新規の、有料代理店を発掘していくという動きを、前々からやっておりますと。で、まあ、そのためのですね、まあ、こう、様々な、人員リソース等を寄せながらですね、強化をしていきたいなというふうに思っておりますと。で、あとはですね、まあ、直販営業の、コスト効率の、改善というところですね。まあ、リードの獲得コストやナーチャリングコストであったりですね、一部クローザーの、まあ、生産性が、まあ、こう人によって当然ばらつきはあるんですけれども、まあ、そこをですね、より効率化していくという動きを考えておりますと。で、まあ、これらによってですね、しっかりとこの有料店会員の積み上げであったり、アープの最大化というところを行うことによって、まあ、売上がですね、より伸びやすい構造というのを今期中にしっかりと作っていきたいなというふうに考えております。はい。で、23年9月期の通期の業績見通しというものになります。で、まあ、こちらはですね、まあ、これまでお話した内容にもなりますけれども、まず、早期の黒字化に向けて、社内の徹底したコスト削減、収益性の改善を目指す期としていると。いうところもあってですね、2023年の9月期の売上成長というのは限定的というふうになっております。まあ、やはりどうしてもこう積み上げ型のビジネスモデルというふうになりますので、期初の段階のこの固定のスタート地点がですね、まあ、こう低く、低い状態からスタートしてしまいますので、まあ、それによって年間を通じてでいうと、今期については限定的になってしまうというふうになりますと。で、またですね、コスト削減のところはですね、徹底した今期コスト削減と収益改善を実施することによって、24年9月期以降ですね、しっかりと黒字ができるような、まあ、そういったところ、および売上成長フェーズというものを実現していきたいなというふうに思っております。はい。で、まあ、計画としては、このような数字として、現在営業績予想という形で出させていただきました。はい。まあ、営業損失においてはですね、まあ、今期1年かけて、月次でこう削っていく構造になりますので、まあ、こう、営業損失で言うと、まだ今期においてはですね、まあ、このぐらいの数字にはなってはしまうんですけれども、しっかりと今期、この固定費が月次の段階で削減できるとですね、まあ、来期のスタート地点においては、まあ、非常に低いところからスタートしていきますので、まあ、そこはですね、年間を通じて、まあ、来期で言うとインパクトしてくるというか、まあ、そのような数字となっておりますと。はい。で、早期黒字化に向けた23年9月期の位置づけというところですね。まあ、こちらについてはですね、まず22年9月期、21、22はコロナへの対応期間というところが、まあ、非常に長引いてしまったところはありますけれども、まあ、そのような状況で。で、今期についてはですね、早期の黒字化に向けた収益構造の改革期として位置づけていきたいなというふうに思っておりますと。で、またですね、24年9月期以降についてはですね、まあ、黒字化の実現及び売上成長期というふうに位置づけてですね、まあ、しっかりと成長できるように、していければなというふうに、していきたいというふうに思っておりますと。はい。以上でですね、私からの、全体的な説明とさせていただきます。はい。